AI が予想した10億年後の人類。無形の存在、10億年後の人類は肉体を持たず、純粋なエネルギー体として存在、物理的な制約を超越し、空間を自由に移動し、姿を変えることができる。恒星内の生活、人類は恒星の内部に住むようになり、極限の熱と圧力に耐えられる体を進化させている。恒星のエネルギーを直接吸収し、生活している。ブラックホール旅行、ブラックホールを通過して別の宇宙へと移動できる技術を持ち、異次元の存在と交流を持つようになる。時間を超越、時間の制約を完全に克服し、過去や未来に自由に移動できる。歴史のすべての瞬間にアクセスし、好きな時代で生活することが可能。意識の多重分割、人々は自分の意識を何千もの分身に分け、同時に異なる場所で生活する。個々の意識は一つの中心意識に戻って融合できる。宇宙そのものになる。進化の末に宇宙全体と一体化し、自らが星や惑星、銀河の一部となる。人間の意識は宇宙そのものを構成する要素に。自然法則の書き換え、自然法則そのものを改変できる能力を獲得し、重力や高速などを自分たちの都合に合わせて調整できる。言語の消失、言語を超え、瞬時に意識で情報を伝達するようになる。感情、記憶、知識を直接他者に伝えられ、全てが瞬時に共有可能。惑星の創造者、自分たちの好きなように惑星を創造し、環境や生態系を自由にデザインできる。自然を完全に支配し、理想的な生活空間を構築。物質化する創造力、思考や想像が現実に物質化する技術を獲得し、何もないところから物体を作り出すことができるようになる。全体意識の進化、個々の意識は集合体となり、人類は一つの巨大な意識を共有する。個人としての存在は消え、全てがつながり合った一つの意識体となる。次元の旅、異なる次元へと自由に移動できるようになり、異次元の存在と日常的に接触し、新たな知識や技術を手に入れる。不死の終焉、不老不死の技術が飽和し、逆に寿命を持つことがステータスになる。あえて限りある人生を選ぶ人々が増加し、死が尊重される社会が誕生。遺伝子の無限変化、遺伝子が完全に自由に編集可能になり、人々は毎日の気分によって外見や能力を変える。今日は翼を持ち、明日は透明になるといった自由な変化が可能。宇宙の記憶バンク、すべての人間の記憶や経験が宇宙規模のデータベースに蓄積され、未来の人々はいつでも過去の誰かの人生を追体験できる。物質からの解放、物理的な物体の必要性が消え、人々はすべての物質的なニーズをエネルギーで補う。食事や住居、物資はエネルギー体によって形成される。自己の最低に、自己という概念が進化し、人々は何度も自分を再構築し、異なるアイデンティティや形態を試す。毎日違う自分になれる時代が訪れる。超次元芸術、芸術は3次元を超えて、4次元や5次元の表現方法が主流に、見る者の意識を超次元に引き込むような、全感覚を使った芸術作品が創造される。エネルギーの感覚化、エネルギーが視覚、聴覚、触覚などとして知覚されるようになり、人々はエネルギーそのものを味わい、感じることができる。宇宙の自動運営、宇宙は人類によって完全に管理され、銀河系全体の運営や維持が自動化される。人々は宇宙の管理者として創造的な生活を送る。